レッド先輩、今日も無事定時で上がれそうっすね。そうだな。でさ、ブルー、高校に行く前にちょっと見てもらいたいものがあるんだけど。また動画っすか？いや、今回は動画じゃないんだ。このサイトのこのページ見てみて。え、クラウドファンディング？なんすかこれ？いやー、俺たちゴシゴシマンもそろそろ新しい主題歌があった方がいいかなって思って。で、その資金調達のためにクラウドファンディング始めてみた。相変わらずこれっぽっちも賞賛のないことに果敢に挑戦しますね。だってこういうのってすごい人気があるとか話題性があるとかしないと資金なんて集まらないでしょ。そうなんだよ。だから未だに支援者がゼロなんだよ。だからさ、ブルー、ちょっとお前パトロンになって支援してくれない？はぁ？おかしいでしょそれ。なんでゴシゴシマンの新しい主題歌作る資金を集めにゴシゴシマン本人が金出さなくちゃいけないんですか？お願いだよブルー。いつまでも支援者ゼロじゃなんか恥ずかしいじゃん。どんだけ人気がないんだよって思われるじゃん。だから最初から賞賛なんてなかったでしょうが。俺たち人気なんてこれっぽっちもないんだから。頼むブルー、俺のパトロンになってくれ。そして俺をサポートしてくれ。嫌ですって。なんでだよ。お前俺のこと嫌いなのか？いやいや、もちろん嫌いじゃないですけど、好きとか嫌いとかの問題じゃ。じゃあ俺のこと好きなんじゃん。じゃあ俺のこと援助してくれよ。そしてサポートしてくれよ。たったの 1K だから。援助援助サーポサーポ。え、お兄ちゃん、レッドさん。お兄ちゃん、どういうこと？レッドさんが好きなら援助してほしいとかサポとか。あ、カリン、いや誤解だ、違うんだこれは。援助援助サーポサーポ。なんかあらぬ誤解を招いてる。ゴシゴシマン、良い子のみんなはチャンネル登録をしてくれよな。ゴシゴシマンからのお願いだ。